青木平は政治家秘書。竹下登の秘書として知られている。島根県大社長出身。島根県立大社高等学校、明治大学工学部卒業。大学卒業後、ベアリングメーカーに就職したが1953年に、島根選出の高橋円三郎衆議院議員の秘書となって政界に職を得る。1956年に高橋が死亡したためやはり、 島根選出の小滝明の秘書となる。1958年に小滝が死去すると、ほぼ同時期に高橋の地盤を継いで衆議院議員となった竹下登の秘書となる。以降、竹下が首相の座に上り詰めるまで30年間にわたり秘書を務める。初当選当時の竹下は県議時代から、 議員報酬の大半を政治活動に充てるなど、家計が自転車創業状態にあった。さらに公職選挙法違反で逮捕された24名もの支援者や運動員の世話まで加わり、活動資金を派閥の佐藤栄作に借用する状態であった。この事態から、竹下はまず資金を調達し、さらにその調達、利用に関しては竹下本人に類が及ばないよう、秘書に、 形式上は全権を委任するという形を取ることとなった。そしてその資金方面について担当することになったのが、青木であり、青木は、竹下の金庫番と呼ばれるようになる。青木は、竹下事務所の経営を一手に引き受け、その運営によって、竹下の政治基盤の強化、スキャンダルについての危機管理に一役買っていた。具体的には、政局に関わる資金供与の際には、 相手と名刺を交換して、そこに領収書代わりに一筆書いていた。竹下は、その後相手に電話をかけて、青木がそちらを訪問したことのみを確認し、資金供与の事実を念押しする。政治家同士の資金供与で一筆取ることは通常行われていなかったが、これによって、後年、野党政治家に追求された時に、あなたと名刺を交換しましたよねとさりげなく脅すことにより、 相手をひるませることができた。また、資金供与の相手と駆けマーじゃんをやってわざと負ける、という手法を取ることもあったという。竹下が首相に上り詰めた後の1988年、リクルート事件が勃発する。竹下も未公開株である、リクルートコスモス株の名義人になっていたため、国会で追及を受ける。1989年4月10日、 翌日の集中審議への対策として青木と小沢一郎官房副長官が打ち合わせを行い、リクルート社による資金供与の総額を1億5100万円で確定。翌11日の集中審議で、竹下が今後、これ以上出てくることはないと断言した。しかし、リクルート社から竹下に対しては、1億5100万円の、他に5000万円の献金の申し出があった。 しかし、青木はこれ以上は受けられない、と返答して5000万円を貸付金として処理し、事件発覚時にはすでに返却していた。青木が受けた、事情聴取では、事務所の水悼記録を確認した、沢谷健一が、事件性なし、白と判断、公表の有無については、竹下側の判断であると返答されたため、この文は含まずに公表していた。 ところが21日に取り調べ内容が朝日新聞にリークされ、同日夜に取材がやってきた。事態を楽観視していた青木は重大性に気づき、22日早朝に竹下邸に弁明に訪れたが、この際普段は感情を表に出さないことをモットーにしていた竹下が、大激怒、声を荒らげて、青木を叱責したと言われ、相当な振動を受けたとされている。 この日の取り調べでは平和相互銀行事件について詳しい説明を求められ、青木は金丸真に電話で報告をした際、もう叶いません。辛抱ならん、とこぼしている。朝日新聞が同日勇敢で新たな貸付金のスクープを報じ、竹下批判の声はさらに高まった。25日、竹下は記者会見で退陣を表明する。青木はこの日も、 事情聴取の予定であったが、多忙を理由に回避していた。この頃、青木は、記者の取材を避けて、夫人と外泊を続けており、夕食後にホテルを出て、竹下邸に向かった。しかし玄関前に取材記者が大勢いたため入れず、近くの公衆電話から、竹下事務所に連絡をし、そのまま消息を絶った。26日、自宅の寝室で、 首吊り自殺を遂げたところを夫人に発見された。ベッド脇には、夫人や竹下に宛てた遺書が4通残されていた。竹下は、青木の死の直後、突然のことですので、30年以上私と一緒にいたわけだから、誠に残念に思う。これは、死の問題だから、絡めた書き方はしないでほしい。仏様に申し訳が立たないとコメントした。竹下は長く、 青木の死についての自身の心情は語ってこなかったが、1992年11月26日、衆議院に予算委員会に東京佐川急便事件について承認喚問された時、中野艦生が最後の質問で青木をはじめ、竹下の周囲の人物に起こる悲劇と竹下の政治的な体質についてどのように思うかと問うたのに対して、 竹下は初めて自身の心情を語った。今おっしゃいました。私という人間の持つ一つの体質が今論理、構成されましたような悲劇を生んでおる。これは私自身帰り見て、罪万死に値するというふうに私思うわけでございます。青木の亡骸のそばに遺書があることから、公式には自殺したとされているが、その不自然な状況から暴殺の可能性があると、されている。 青木は発見時パジャマ姿で、左手首にはカミソリによる切り傷が17箇所あった。また、首吊りの紐にはネクタイを代用しており、ネクタイが腰紐に継ぎ足され、その端がカーテンレールにつながっていた。本人はベッドに横たわっており、首吊り自殺の形態としては不自然である。また、医師の場合は脱粉するが、死傷族をした婦人の証言では、下着は、 汚れていなかった。また、青木は、中学時代の同期の杉原正が自殺して、その遺族の世話をしてから、盛んに、自殺だけはやっちゃいかんと言っていたという証言もある。そのため、青木が自殺をするはずがなく、殺されてから偽装のため意思を装わせたのではないか、とされる。ありがとうございます。